オーストリア放送協会は、オーストリアの公共放送局で、正月に開催される、ウィーンフィルニューイヤーコンサートの中継映像制作企業でもある。オーストリア放送協会本部オーストリアでは、初のラジオ放送局、Radio Hekaphonが1923年に試験放送を実施、1924年には、連邦政府とウィーニ市、民間銀行が合弁で、公共ラジオ放送局、RAVAGを開局、正式に免許を得て、放送を開始した。その後、戦争小ビル内からラジオウィーンも開局、1924年末には聴取者、約3万人、1925年には10万人となった。1934年に第一共和国が廃止され、独裁的なオーストロファシズム体制が導入された際、RAVAGスタジオは2月内乱の戦場となった。1935年より、新放送拠点ラジオ文化館が建築され、放送が再開。当時の政府は、RAVAGをナチスのプロパガンダに利用した。1945年の終戦後の連合軍軍政期に、RAVAGがラジオ放送を再開。新ラジオウィーンも再開した。ファンクハウスウィーンは、ウィーンのソビエト連邦管理地区にあり、RAVAG、ラジオウィーンは、冷戦時代も東側のプロパガンダを継続したため、西側諸国は、自国系の放送局を創設した。1955年に、ローカル放送局数局が統合し、オーストリア放送連合が発足。その後、1958年にオーストリア放送協会と解消。現在の ORF の前身組織となった。1967年と2015年にユーロビジョンソングコンテストを制作。テレビ放送は1955年に ORF1 が開局。1961年に FS2 も開局。2005年に TW1 を買収。2011年に ORF3 と解消。2000年に TW1 が開始したスポーツ専門放送も現在 ORF 傘下で ORF スポーツとして放送されている。イタリア領ボルサーノ自治県のドイツ語話者住民のための放送も行っており、Südtirol Heuteというニュース番組が制作、放送されている。ラジオ放送は1964年の国民投票を経て、1967年に、1、2、3の3波に整理され、それぞれ、総合、地域、音楽チャンネルとなった。2は、ラジオ、ザルツブルクなど、現在は、連邦州ごとに9局のローカル放送局名で、呼称されている。1995年より、若者向けの FM4 を開始。これらすべてのラジオ放送は、地上波では FM 波とデジタル衛星放送を通じて放送されている。また、1は一部短波放送でも国際放送、1インターナショナルとして放送されている。ORF の最初のロゴマークは ORFI と呼ばれ、1968年にオーストリアのイラストレーター、エリック・ソコルによってデザインされた。彼は1992年まで局のチーフデザイナー、アートディレクターとして勤務した。1992年に ORF はイギリスのグラフィックデザイナー、ネビル・ブロディに依頼し、現在の ORF ブリックと呼ばれるロゴを制作した。ありがとうございます。